どうもバタです。今回の動画はね、これだ。ベイブレードバーストのね、ガチンコレイヤーシステムのね、ジャッジメントジョーカーのレビューをしていきたいと思います。まあジャッジメントジョーカーで、なんね、まあ、あの一発勝負のやつでもあるそうだもんね。それじゃあレビューしていきたいと思います。それじゃあどうぞ。もその前に、もしよければチャンネル登録と通知オンをしてください。まあ通知オンとチャンネル登録を一緒にすると、いち早く僕のチャンネルの動画が早く見られます。まあね動画、各動画でね、終了画面またはね、右下、画面の右下にある登録ボタンを押して、チャンネル登録と通知オンをしてください。バタのチャンネルの SNS もやっています。 Twitter、Facebook、Instagram をやっていてね、まあと、まあついでに登録するとね、新しい動画 の公開する前に告知で報告するもんでね、それもね、SNS をもう登録してください。もしよければね、まあSNS は各動画のね、説明欄にリンクを貼っていますのでね、ぜひ確認してください。もしこの動画が良ければね、グッドボタン高評価を押してください。お願いします。さあ、これがね、ジャッジメントジョーカーでまいります。まあ、ベイブレードパーツはね、ジョーカーはちょっとね、初めてね、なんとね、これね、一触即発ラバーバ搭載になっています。まあね、これね、駆け引きで待ってね、まあ多分なんですがね、ここ当たればねバーストフィニッシュになって勝ってね、ここやればね、なんかね、ジャッジメントジョーカーがね、負ける可能性がある、ベイでもあるそうだもんね。よくわかんないけどね。これ、ブースターでもあってね、まあ、ガチンコレイヤーシステムのブースターは、こんな感じになっているからね。じゃあ、後ろはこんな感じになっていてね。ね、入ってるのはね、ジャッジメントジョーカー、ザンはね、ガチンコチップがジョーカーで、ウェイトが、3で、ベースがジャッジメントになっています。ジャッジメントはね、超大型のラバーガーが相手に引っかかり、自分もろとも大きく吹き飛ばすことで勝負の行方がわからなくなるバランスタイプのベースでもあります。まあ、ね、どっちが勝つかになるそうだもんでね、まあね、ギャンブルで駆け引きみたいなもんになっとるもんな。これ確かにな、ディスクはダブルオー、確か、ね、超絶アイキレスについたやつでね。まあ、ターンがね、フレームがターン。確かデッドハデスについたやつでもあって、ね、そしてこれがドライバーがトリック。まあ、トリックで、まあ、ちょっとね、新作のパーツでもありますね。ガチンカビリティがザ・ジャッジメント。になっていてね、トリックドライバーで不規則に動きをラバー波を当て、相手のタイプ
に関係なく大きく吹き飛ばす勝負の持ち込むが可能。まあね、こっちが吹き飛ばされたりさ、ね、相手が吹き飛ばされる可能性、まあ、そうだもんでね、うん。まあ、そんな感じかな。うん。じゃあ、開封していきましょうかね。うん。まあね、開封するならば、ね、まずテープをね、ちょっと切ってみましょう。ね、うん。あ、下にも あったんだ、テープ。よし。テープも取りゃ、あ、ここはベイコードだもんでね。これは見せれんけどな。うん。まあ、隣はね、ベイロガにつける、あれになっていますからね。うん。さあ、どんな感じかな？ジャッジメントジョーカーは。シール貼る前だもんでな。うん。よし、出したら。おう、こんな感じか。へぇ。そんじゃあ、ね、これ、ジャッジメントショーカーね、ね、シールも貼っていきましょうかね。うん。そんじゃあ、貼っておきますね。じゃあ、しばらくお待ちください。さあ、ね、ちょっとね、ね、ジャッジメントジョーカーをね、シール貼り終わりました。もんでね、うん。まあ、これがジャッジメントジョーカーの、ね、3で、ね、うん。まあ、3で、ね、ちょっとね、取り外してみようかね、うん。よっこいしょ。ガチンコチップがジョーカーになっていてね、うん。これ、まあ、ウェイトです。まあ、ウェイトは、まあ、残だもんでね。確か、ね、ね、スラッシュバルキ、いや、違う。確か、ね、エースドラゴンについてきたやつかな？うん、多分ね、うん。これが、新規ベースのジャッジメントでもありますね。うん。ここにラバー軸がついていてね。うん。左右ね。うん。あ！ここにもラバー軸があるらしいな。うん。赤いところ。ここにもラバー軸があるもんでね。こっちに当たれば、ね、バーストしにくくなるもんでね。これ勝てるんだなと思っていますね。うん。こっちに当たるとバーストしちゃうんかな？うん。まあね、一発逆転の仕組みもちょっとはね、わかりました。もんでね。うん。そんな感じかな。さあ、はめて。まあ、裏もね、ね、ここラバーが使っとるのがわかっています。わかります。ね、うん。次にこれがトリック。トリックがね、ここのところが回りますもんでね。うん。こういう風に回ったりしますからね。うん。おー、どんな風だろうな。うん。まあね、これはディスクのダブルオーと、ね、ターンでね。うん。まあね、これはいいと思うもんでね。うん。まあ、で、ターンはデッドハデスで、まあ、超絶ツアキレスにダブルをついとったからな。うん。新規造形は、いや、新規パーツは、ジャッジメントジョーカーと、トリックだけだもんな。うん。じゃあ、組み立てでいきましょうかね。うん。せーので。おー、これがジャッジメントジョーカーにもなりますね。うん。さあね、ジャッジメントジョーカーとのベイバトルしていきましょうかね。うん。おー、これすげえな。うん。さあ、ね、ベイバトルしていきましょう。さあね、これ、ベイスタジアム準備しました。ほんでね、ちょっとね、ベイバトルをやっていきたいと思います。ね、うん。まずはね、
まあね、ジャッジメントジョーカーもちろんつけといてね、うん、さあちょっとこれもつけなきゃな、うん、さあ最初の相手はね、このエースドラゴンでベイバトルしていきたいと思います、ね、うん、まあ確かエースドラゴン でジャッジメントジョーカー勝ったもんな、うん、まあだけどもね、ジャッジメントジョーカーにはね、左右には、まあ、まあ、ちょっと賭けの勝負になると思うもんでね。ジャッジメントジョーカーが勝つか、負けるかはわかりませんからね。じゃあ、やっていきたいと思います。せい、ツー、ワン、ゴー、シュッ！あ！両方やっちゃったな。うん。ドローだな。ドローでね、うん、まあこれはいいとしてな、うん、まあ多分ここのところに当たったらな、まあ多分勝てる可能性はあるけどもね、うん、まあわかんないけどな、うん、さあもう一回やろう。よし、じゃあやりましょう。スイツーワンゴー。あ、勝つ。あー、ドラゴンがまあ暴れとるな。お、勝者ジャッジメントジョーカーだ。イエーイ。多分ここが当たったんだろうな。うん。まあジャッジメントジョーカー勝ってよかったな。うん、最初にね、うん。次のベイバトルはね、この超絶アキレスのベイバトルをしていきたいと思います。まあ、超絶ってつくやつはね、ここ、まあ、超絶覚醒があってね、まあ、アキレスの場合は、こことここがね、ね、バッと出てくるからさ、バーストしにくい、くいようにやってるからね。じゃあ、そんな感じでね、やっていきたいと思います。じゃあ、いくぞ。スイ、ツー、ワン、ゴー、シュッ！あ、ガカッツ。お、ぶつかかった。あ、超絶アキレスバーストフィニッシュ、勝者超絶アキレスだ、イエーイって言いたいけどもね、な、多分ここが当たったんかな、ようわかんないけどな、うん、さあね、次もちょっとや、次もベイバトルやっていきましょうかね、うん、ジャッジメントジョーカーでね、うん。じゃあ、最後になるけどもね、ね、最後はね、ガチンコレイヤーシステムの中でね、一番強いベイを決める、ベイバトルでね、まあね、今買っとるところがね、この、ウィザードファブリンズとね、ベイバトル、ウィザードファブリンズとのベイバトルをしていきたいと思います。ね、うん。今これが買っとるからね、うん。そんじゃ、ジャッジメントジョーカーも、ラバーがついとるもんでな。うん。ラバー同士の対決になるもんでな。どっちが勝つ？おっと。どっちが勝つだろうな。じゃあ行くぞ。スイ、ツー、ワン、ゴー。おー、ラバー同士のと。まあ、ジョーカー一発逆転だからね。あ、ジョーカー、ファブニル、オーバーフィニッシュ。勝者、ファブニルだ。まあ、次が、ね、勝負、セカンドバトル行きますかね。うん。そんじゃあ、行くぞ。ね、うん。よし。じゃあ行くぞ。スイ、ツー、ワン、ゴー。ちょっとトラブルあったからな。お、ジャッジメントジョーカーがオーバーフィニッシュ。よし、ザード、勝者、ジャッジメントジョーカーだ。よし、こっからが運命の、ベイバトルだな。うん。じゃあ最後は勝っても負けても、ね。
悔いはないと思います。おっとおっと、やっちゃった。あれ、よし、じゃあ、いくぞ。ね、最後の勝負だからな、これね。うん。じゃあ、いくぞ。ね。3、2、1、5、さあ、どっちか勝つ。ラバー同士の対決、どっちか勝つか。お。あ、確か、ファブニルが、ね、ちょっと、ね、後で、で、ついたからな。私、ファブニールが、まあいいや、もう。ファブニール、スピンフィニッシュ、勝者、ウィザードファブニールだ、イェーイ。さあ、ね、ウィザードファブニールが引き続き勝ちました。まあね、ラバー同士の対決でね、まあ、これ、まあ、こっちが、ね、バーソーしなかったけどね。うん。やっぱこっち、ラバーではこっちが勝つな、と思いましたね。うん。まあ、ね。ね、今回は、ウィザードファブリルが勝ちました。ね。うん。次はだ、か、次、ね、ウィザードファブリルに勝てるやつおるかな。うん。まあね。まあ、ジャッジメントジョーカーも、いいベイだけどもね。まあ、ここに当てればラッキーで、ここに当てれば多分アンラッキーだな、と思いますもんでね。うん。まあね、これがね、ジャッジメントジョーカーのレビュー動画でした。というわけでね、ジャッジメントジョーカーのレビュー動画いかがでしょうかね。うん。まあね、これ、ね、大会に、で、出るん出すならば、です、出すとね。まあ、これ、最初はビクビクしとる、する人もおるんかなと思います。ね、うん。まあね、これがね、一発逆転だったかな。うん。まあ、一触即発、だもんでさ、うん。運が良ければ、勝ててさ、運が悪ければ、負けちゃうっていう感じだもんでな。うん。いや、間違えたな。運が良ければね、ここに当たったりさ、運が悪ければ、ここに当たるっていう感じになるもんでさ、ちょっとわかんないかね。うん。まあ、運が良ければ、ここに当たったり、運が悪ければ、ここに当たったりしてな、バーストフィニッシュとかさ、される可能性があります。まあ、あくまで90% じゃないからね。うん。もしよければ、チャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントには、ね、まあ、ジャッジメントジョーカーが持つのちょっとなーっていう人もおるって書いてもいいし、まあ、あとね、ね、なんでもいいのでね、ぜひね、コメントに書いてください。あとね、僕ね、軽度の知的障害持っとるもんでね、そのせいかね、滑舌悪いとこもあったりさ、喋り方になんか、あの人違和感あるなっていう人もおるもんでね、そこだけはね、ご理解お願いします。あとね、ね、僕ね、楽天ブログでね、バタのブログをやっていますもんでね、見たい人はね、下の概要欄にリンクを貼っていますもんでね、ぜひ見てください。ね。あとね、早く新しい動画見たい人は、チャンネル登録をおすすめします。まあ、次の9月だな、22日にはさ、まあ、多分ね、コロコロ見ている人にはわかるけどもね、まあ、ロンギヌスが、発売しますもんでね、うん。まあ、超ガチンコレイヤーのロンギヌスでね、うん。まあ、確か4代目ロンギヌスが発売しますからね、うん。なんかね、六竜ついていてね、
ね、重量感があるベイでも あるもんでね。まあ、ロンギヌスといえば、白崎城類なんですがね、実はというとね、白崎城類が使わないらしいもんでね、まあ、まあね、6月22日に、ブラッディロンギヌスが発売するので、ね、ぜひ買っていただきたいと思います。以上をもちましてね、バタのね、ベイブレードバースのジャッジメントジョーカーのレビュー動画を終わります。それでは次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。またね。バタのチャンネルの動画公開日はレビュー動画は火曜日と木曜日に公開で、で日記の方は毎週日曜日でね、月末の30日か31日の時に丸月に買ったおもちゃと使ったお金の紹介で、1日、まあ、月始めの日は丸月に発売するタカトミーのおもちゃを調べた動画を公開しています。まあ公開時間はね、ね、毎ね、夜8時にオンエアをします。じゃあ皆さんね、ぜひ見てください。お願いします。